G7 広島サミットに合わせ、日米韓3カ国の首脳による意見交換を行い、北朝鮮のミサイル発射に関するデータの即時共有など、安全調整力をさらに進めていくことで一致しました。また、先月には韓国のユン大統領との首脳会談をワシントンで行い、アメリカの核戦力を含む抑止力で防衛力を守る、拡大抑止を強化するとしたワシントン宣言を発表し、日本対策として戦略原子力潜水艦を韓国に飛行させることなどを発表しました。しかし、今回の発射に象徴されるように、対話と圧力という高度化したバイデン政権の対北朝鮮政策は機能しているとは言えず、味方が弾道ミサイルの発射を食い止めることはできていません。アメリカはこうした事態を猛烈に受け止めており、今回のミサイルの発射を受けて、日本や韓国と緊密に連携しながら、今後の対応を検討しているものと見られます。いらっしゃいませ。弾道ミサイルのミラルものが発射されたという情報がありますが、最新の情報と政府の対応について教えてください。また今回発射された北朝鮮が正に発射を予想していた、ね、いやね、これ